のハートバトンリレー。ペットの幸せは私たち飼い主の幸せ。動物をこよなく愛する出演者たちがつなぐリンクの輪か。クリスタルのハートバトンリレー、受け取ってくださいね。さあ、2015年2回目のゲストでございます。本日はイーナの森ドッグガーデン総支配人の田上さんとマネージャーの広瀬さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日もお二人がゲストでね、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんか今とってもおすまししてらっしゃるんですが、楽屋ではね相当盛り上がってるんですよ楽屋トークを聞かせたいぐらいの本日はどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。さあ、たくさん今日は、ね、お伝えしたことがあるんですけれども、まずは、イーノの森ドッグガーデンという、ね、ことを今ご紹介させていただきましたが、はい、少しお話ししていただいてよろしいですか、はい、ご紹介も含めて。はい、はい、では、まず K から、はいはい、夢の島マリーナにですね、うん、緑地公園がありまして、その有効活用と、夢の島全体の活性化ということで、うん、平成のこれ25年ですね、12月に、はい、グランドオープンしまして、はい、ペットと補助犬と人との共生と、うん、そして、ノーマライゼーションの推進ということで、うん、車椅子の方でも健常者の方でも遊べる施設を作りましょうということで、はい、開催されたドッグガーデンでございます。車椅子でも遊びに行けるんですか？大丈夫。ああ、はい、そうなんだ。日本補助犬協会 の、はいはい、チャリティーカップというのがございまして、うんうんうん、レトリーブとかですね、50メートル走とか、呼び戻しをしていただくような競技が、ございます。そうなんですね。ですので、はい、皆さん遊べるようになってます。わあ、素晴らしい。ワンちゃんは大きい子から小さい子からいろいろ遊びに来られる？はい、誰でも入れる？そうですね、はい、ああ、そうなんですね、はい、楽しそう。で、なんと私ドッグガーデンがあるというのは知ってたんですけれども、江東区だけも初めてお話を田上さんによく言われます。本当に、はい、びっくりして、江東区にそんなね施設があったなんてって感激しちゃって、今度ぜひ遊びに行かせていただきますので、赤い看板が目印です。赤い看板が、はいはいはい、かしこまりました、はい、ぜひいっぱい連れて行きます、はい、お待ちしてますさあ、そのドッグガーデンなんですけど、どんな感じなんですか？雰囲気とか、もしよかったら教えてください。広さとか、うん、広さ、うん、あ、広さはですね、はい、まずドッグランが5種類いっぱいあるんですよね、ございます、はい、木陰のドッグランっていうので、はい、これが大型犬用と小型犬用、うん、これで合わせて1000平米ぐらい。広い。あとタイムレースコースという、よく犬リンピックというワンちゃんの運動会、これ前回のゲストのね、はい、藤野さんが力入れてやってらっしゃる、はい、そこの公式コースになってるところがございます。それとあとトットコミチというノーミドトレッキングコースが、ございまして、何何トレッキングってこと、歩く？あ、そうですね、ワンちゃんと一緒に横を歩いていただいて、はい、森林を楽しんでいただくという、うん、競争する場所ではございます。ああ、いいですね、自然の中を。そうですね。そして今年の3月に増設しました、これトットコの丘という、うん、丘を登って下ってっていう遊べる施設、うん、もうね、さっきもちょっと話してたんですけどね、はい、うちのフランちゃんっていうイングリステッターのミックスは、はい、山に入ってた子だから、はい、大好きなんですよ、ばったり料理が。ぜひきっと喜びますね、はい、大きい子なんかもいいですよね。そう、大きい子はいっぱい来てるので、エクササイズにもいいかも。そうですね。すごい。そして、はい、あとは警察犬訓練士さんが講師をやってらっしゃるレッスンが、はい、ありまして、レッスンスタジオというところ、はい、これで5つのエリアが、はい、相当広いですね。そうですね、かなり広いと思います。ですね、よく言われます楽しみだな都内にっていうところがなかなか。そうなんですよ、ね、だいたい屋外で、まず屋外でそれだけの広さを確保するって、はい、なかなか難しいですもんね。そうですね。あ、すごい、楽しみです。ぜひ遊びしてください、遊びしてくださいそう、それでね、可愛らしいワンちゃんがいらっしゃるってちょっとホームページで拝見したんですけれども、可愛らしくはないんですけど愛嬌はありますね。愛嬌あります、はい、なんて言うんでしたっけ。愛です。愛ちゃんね、はい、そう、愛色の愛ですけど、はい、で、
広瀬さんがお世話をするんですよね、はい、私がハッピーウォーカーを、うん、先ほどお話しあった日本補助犬協会のところから譲り受けて、うん、まずハッピーウォーカーをしていたんですけど、コースチェンジをしてしまいまして、うん、盲導犬にはなれなくって戻って、うん、さっと帰りして、あ、そうなんですか、うん、それで今、はい、イーノの森で看板犬を、はい、イーノの森で、うん、はい、なさってるんですね、はい、そうだから、あの、あいちゃんのお世話をしてるから、広瀬さんはあいちゃんママ、はい、あいちゃんママです、ね、で、高見さんは、はい、いいのパパって言われてますなぜか自分で言わせちゃったちょっと恥ずかしいでしょ、あ、この年になるとちょっと恥ずかしいです、ね、顔が赤くなっちゃった、あ、もう、でもブログもいいのパパでやってます ね、 ね、そうですよね、ぜひ、はい、はい、ね、いいのパパとチェックを、そうそう、あいちゃんママでね、はい、お届けしたいと思いますが、さあ、そんな、ドッグガーデンなんですけれども、そもそも田辺さんってこういうお仕事をずっとなさってたんですか、はい、ワンちゃん の、 あのペットの世界でお仕事されてた、よく言われますけど、あの、会社入ってからずっと土木業界だったので、うん、はい、全然違う業界ですね、全然違う業界ですお隣でなんか笑ってた、はい、土木、あの土木ですそれでどういう経緯で、あの、このお仕事に、会社の新規事業を立ち上げまして、環境事業にということで、うん、GIS さんを始めて、それでちょっとペット業界の方に、うん、あの、除菌消水ということで、うんうん、はい、物販をね、物販ですね、始められたんですね、はい、そこからがワンちゃんとの出会いです、うん、はい、すごいすごい待ってました、出会いです、出会いです、広瀬さんは、あいちゃんパパは、あいちゃんママあいちゃんママママは、私はあの初代のアメリカ国家スパニエルから数えると、うん、クッキーとウララとサクラとクーさんと、はい、愛で5代目ですかね、愛が5代目になりますね、うん、はい、たくさんと暮らしてらっしゃったんですね、はい、たくさんと暮らしてきましたね、この、はい、あのドッグガーデンのお仕事に就くなんかきっかけみたいなことってあったんですか、はあの、うん、日本補助犬協会の先生と、うんうん、あとはあの警察犬の訓練士、あの、インドの森で指導してくださっている三谷先生が、うん、あの、私の三谷先生が私のうららの先生だったんです、うん、あー、ゴールデンの先生だったので、なるほど、ね、立ち上げるにあたって、うん、じゃ あ、 あの、何かアドバイスお願いしますっていう形で監修をお願いしたのが、うん、あ、なるほど、じゃあその先生も今あの独家でにいつもいらっしゃるんですか、はいはい、毎週ではないですけれども、はい、お教室をやってらっしゃるんですよね、あ、はい、あの、いいのの森でレッスンも受けることができる、できます、じゃあ、はい、ワンちゃんと一緒に遊んでレッスンも受けられて、お勉強もできて、そうですね、結構充実してますよね、そうですね、わからないことがあるとなんかすぐ、先生これどうなんだろうっていう形で来てらっしゃる方もすぐ質問ができる、なんかそれがこう、あの、ドッグランに、ドッグガーデンに行く目的になってもいいですよね、そうですよね、犬がたくさん集まる場所だから、そうですね、他のワンちゃんも見れたりするし ね、うん、いろんなお友達がいるので、うん、そうですか、うん、なるほどね、さあ、ドッグガーデン今これからちょうどいい季節ですね、そうです ね、 ね、はい、オープンの時間とかなんか、あの、スケジュールとか曜日とかお休みとかそういうのはあるんですか、決まった日は、年中無休、年中無休じゃないの休ませてって感じ、すいません、土日祝しかやってません、あ、はい、そうなんですね、はい、時間は、時間は9時半から日没1時間前までです、おっ、ってことは冬だとどのぐらいですかね、4時ぐらいになっちゃいますかね、真冬だと、はい、それぐらいです、4時とか、ね、日の入りが早いですね、今だと、今で5時ぐらいになりますね、じゃあちょっと早めにね、遊びに行かないと、そうですね、そうか、平日はいろんなそういうイベントとかなさってるんですか、平日はイベントはないんですけど、普通にお休み、あ、5頭以上集まっていただいて、うん、あ、はいはい、1週間ぐらい前までにご連絡いただければ、はいはい、あの、何もなければ、そうですね、はい、よくあの撮影がないんですよ、撮影が入ってるんです、はい、そうですよね、はい、だって都内だもんね、はい、今はちょっとメーカー名とか申し上げられます今言うのかな言えない言えない、はい、そうですか、はい、じゃあお願いすれば開けてくださったりするんですね、はい、あの、事前にですので、今日来て今日はちょっと無理なんですけども、予約をして
素晴らしい、はい、ホームページからご連絡ください。そうですね、はい、お問い合わせ、ね、してくださいませ、はいはい、お願いします。そんな都心のね、あの素敵なロックガーデンですけれども、なんかあのこれから目指してらっしゃるものとかってありますか？方向性とか、例えば、うん、なんかこんな風にこんな風な存在になっていきたいみたいなことってありますか？あ、まあどこでもドッグラン、ドッグガーデンっていうのはあると思うんですけど、うん、我々やっぱりあの、まあ、先月出られた藤野さんが、うん、あの進めてらっしゃるあのペットツーリズムっていうのに、うん、まあ、賛同してまして、はい、ペットと一緒に旅行へ行ける環境を作りたいっていうことで、それさんおっしゃってましたもん、藤野さんは、まあね、まあその手助けになるかどうかわからないんですけど、はい、私どもあのハトリコミーティングとかって言って、うん、あのそこに行ってそこで宿泊してそこで遊ぼうっていうミーティングっていうのをやってまして、うん、はい、それを進めながらどんどんあの輪を大きくしていきたいなというのがあります。飼い主さんたちと一緒に行くんですか？そうです、お出かけして、はいはい、あ、すごい楽しそう。で先生たちも、うん、訓練士 の, あの先生たちも行ってくださるので、はい、そこで小さいレッスンしたりとか楽しい。環境の旅先で の,、うん、あのケアとかトラブルとか対処法とかも、うん、そこであの直接指導していただけるので大事ですね。ね、その場がもうレッスンの場ですからね、はい、そうなんですよ、何が起きるかわからないからね、まあ、うん、わすごい、初めての方は多分安心して、そうですね、旅行ができるんじゃないかな。うん、それは定期的に開催してらっしゃるんですか？年に1回ぐらい、年に今のところ2回やってます。2回、はい、会員になった方は会員制なんですもんね、ピーノの森でね、そうですね、はい、あのビジターで、うん、来て今日だけ遊ばせてくださいっていうのも、あ、OK です、はい、OK、お遊びだけでした、はい、そっかそっかそっか、はい、そっか、じゃあ、そのハトリコミーティングに参加するには、は会員になっていただく、はい、うん、はい、はい、ね、でも今後はハトリコだけじゃなくて、あ、今後ちょっとまた違うところを考えてみます、はい、まだまだ PP なんですね、まだ不確定だから、あのホームページをご覧でもそういう機会や場が、ね、増えると本当にいい、ね、そうですね、いろんなところで ね、そしてやっぱり、うん、あの最初はまあ団体でも、うん、いずれはあのご家族だけでとか行けるようになると思う、うんうん、素晴らしいですね、はい。